演武開演。どうも皆さん、トリックはトリートにはまだ早いですかね。ですが、その早いことを証明するかのように、ミスタードーナツから今年もハロウィンドーナツが発売されてました。というわけで早速食べてみたいと思います。なお、ジャックランタンは以前に食べているので今回は紹介しません。放射の魔法でドーナツが可愛くなっちゃいましたね。こちらはフレンチパンプキンのカルルン君というそうです。ではいただきます。君にかけられたのは美味しくなる魔法だね。続きましては、こちらオールドパンプキンのザックル君。こちらは多分いつもの生地なので、このままいただきます。君は可愛くなる魔法をかけられてるね。はい、続きましてはかぼちゃから変わりまして、チョコレートマロンのマーロン君。そのままの気もしますね、なんか。ではいただきます。確かにかぼちゃからは変わったけど、君も十分甘いよ。美味しい。そう言ってる。ピンクホイップのパフィーたち、こちらも多分生地は通常のものなので、そのままいただきます。君は魔法で可愛さ倍増かな。パフィエータちゃんとザックル君は普通に一般的レギュラードーナツの生地にチョコレートがコーティングされています。見た目は可愛くなりましたが、味はそんなに意表をつかれるようなものではなかったですね。気分を楽しみたい、変化球が苦手という方にはおすすめです。そして残る2つ、マーロン君とカルルン君。この2つは中のクリームもしっかりそれらの味になっていて、栗やかぼちゃを口の中で感じることができて、ハロウィンとともに秋を感じることが並べて、とっても美味しかったです。このクリーム単品で出てくれないかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。トリックはトリック。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。